光寺の参道脇に、筑波根の滝の案内板があります。境内に、静やかな音を響かせる筑波根の滝です。筑波根の滝の音が聞こえる川沿いの道から、長光寺の境内に向かう石段が続きます。石段を登った先に仁王門があります。長光寺の境内にある案内板です。創建は飛鳥時代と伝わる古刹です。国宝の本堂をはじめ、多くの文化財が記されています。平安時代に現在の地に移ったようです。Thank you.
長光寺の境内、本堂前から東の方に二層屋根の塔が見えます。多宝塔です。一層目は周り円のある方形の建物ですが、二層目の軸部は円形で複雑な組物が見えます。慶長6年、姫路城主池田輝政により再建された多宝塔です。長光寺本堂の脇に立つ鐘楼です。袴越しの上にはすのこ張りの円があり、屋根は寄せ棟造りで銅板葺きになっています。袴越しとともに元は土地葺きであった屋根が優美な曲線を描いています。鎌倉末期の形態をとどめる貴重な建築です。